屋の車の話始まりました。はい、ね、熱く語ってますよね。僕ら語ってますよ。いやもうね、収録長いでしょ。長い。オンエアになるとね、ほとんど僕ら喋ってないんですよ。そういうもんね。あんなに喋ったのに、ね、みんな切られてんの。もうほとんど僕らね、一人無口です、二人とも。そういうもんですよ。これ不思議なんだよな。え、みんな切られちゃってんの。もういや、もう場合によってはね、出てませんよ。そんなことない。マジ。今日も楽しくしっかり喋ってください。お願いします。今回はですね、あのすごいゲストの方をお招きしているんですけれども、はい、まあ、もうご存知だと思いますが、そのゲストの方のここがすごいんだっていうのを、まあ、ちょっとお二人からまずは、はい、お名前を伏せた状態で言っていただければと、世界を走って、世界を走って、うん、車に乗ると人格が変わる人、人格が変わる人あのジキルとハイドミンみたいなあの人にはね、気をつけた方がいいです、うん、では早速お呼びいたしましょう。、はい、よろしくお願いします。お願いします。もう新井さんだね。世界を走る憧れの人ですよ。いわゆるその世界の荒井の世界の部分はどう世界なんですか。まあレーシングドライバーでもラリー人でもそうなんだけど、はい、その言い方悪いですよ、うん、ちっちゃい島国で有名な人はいっぱいいます、うん、だけどそこから世界に行って、うん、WRC という、はい、ワールドラリーチャンピオンシップ、まあ、これ世界で一番大きいね、うん、F1 みたいなもんですよね、うん、そうそうそう、うん、そのラリーの F1 ですよ、うん、F1 より人気あるのがヨーロッパでは、もう本当ラリーだ、うん、そこで新井さんは世界に出て優勝もしてる、うん、すごいですね。どうして優勝できたんですか。どうして、ね、失礼なこと言いますね。失礼なこと言いますね。俺のここだっていうのがあるかも。努力とかね、それこそなんか、そうそう、例えばまあ、走る場所がいろいろ雪だったり土だったり舗装道路だったりいろいろするんですけど、舗装道路はもう全く日本と違うんですよね。だからそこの違ってる感じを早くその吸収して、どうやったら速い子を見つけ出すかみたいなところと、舗装だって舗装が全然違うでしょ。全然違うですよ。だからすごいバンピーで、日本の舗装ってすごく綺麗なんですけど、海外の舗装ってまあこの群彩って結構跳ねるじゃないですか。あれよりまだひどいぐらい跳ねたりとか、石畳だったりとか、そういうところ走ったりとか、雪なんかでも日本でスタッドレスなんですけど、あのヨーロッパの場合はそのラリーの時だけスパイクタイヤ履けるんですよね、うん、あスパイクタイヤなんて履いたことなくて、だからいかにそのどうやってそれを早く習得して走れるようにするかみたいな、そういうのがすごく大変です、ね、うん、そうするとそういうところに、ね、慣れてる、はい、まあね、あのレースの方たくさんいらっしゃいますよね、はいはい、そうするとね、今言われた全然慣れてない、はいはい、アレさんが行くわけじゃないですか、はい、ちょっともう経験値が全然違いますよね。そうですね、はい、はい、それはどういうふうに、あの私あの運転ってほとんど教わったことがなくて、どうに走ってるんかなってすごく考えるんですよね、うん、インカーを見たりとかいろいろその考えて、ここに動かすんじゃないんかなっていうのをいろいろ試行錯誤をしてたら大体合ってたみたいなところはあります、ね、一番大変だったのって何、その1年目の海外って。やっぱりハイスピードの土の上の雪の上もそうなんですけど、180キロとか170キロから車をここに滑らせていくのって日本じゃできないんですよ、うんうん、なんでこのタイム差がつくんかなと思って、うん、インカー各車のインカーを見るとすごい位置からハンドルを切ったりとかするわけですよ、うん、あここから切ってみようと思うと、スピードが足んないからインカーに入っちゃうわってなるんですよね。あそう、もっと速くもっと速くて、あこんな速度で曲がれるんだって思ったからパーンって始まりましたね、うん、あそう、はい、だからそこがさ、よく適応できたなと思って日本人が。いやでもやっぱりね、ヨーロッパのチームに入っていろんな、そのヨーロッパのチームがいろんなノウハウを持ってて、どういうトレーニングをしたらいいとか、どういう運転の仕方をすればいいとか、車の設定がこうですよっていうのを知ってるから楽なんですよね、うんうん、あれがいきなり日本人がいて日本のチームでやったらもう全然多分無理だと思う。 SS の距離もそうだし、あのなんていうんですか、インスパイアされたというか、はい、海外行って参考になったというか、刺激を受けたんですか。そうですね、まあ、私が入った時っていうのはコリン・マックレーというすごく多分皆さんご存知かと思うんですけど、騎士みたいな運転をする人がいたんですよね、うん、あ、ピーね、今俺あのすごい運転をするあのスコットランドのドライバーがいたんですけど、一度乗せてもらったことがあって、まあすごくて、本当もう車なんか常にこれ宙に浮いてるような感じでこれコントロールするんですよね、うん、どんな状態でもコントロールするんだ、やっぱりこのコントロールができなきゃいけないんだなと思って、うん、それをなるべくできるようにしようと思って、まあ一番ね、横に乗ったんだ、はい、一回乗りましたね、かやちくしょ
まあこのラリーの魅力をですね、今回は VTR を見ながら、あ、いいですね、はい、はい、あの、はい、しかも新井さんに詳しく教えていただきたいと思っております。贅沢な時間です。ではですね、最初の VTR こちらです。お、前は見えないじゃん。ね、見えないよね、霧で。新井さん、これは、これはですね、はい、あの新城リーって愛知のラリーなんですけど、うん、大雨でこれ曇ってて見えないんですけど、見えないですね、ペースノートといって横でナビゲーターがの何メートル先どのぐらい曲がってるって言ってくるんですね、うん、そういうことか。それなんで大体これ走れちゃうんですけど、うん、めっちゃ怖いじゃない。そう、怖いですよ、本当に見えないので全然、うん、でこういう2車線のこういう峠道を走ったりとかしたりか、あとこういう狭いところ走ったりですとか、これだから舗装道路のラリーなんですね、うん、いやだからラリーはこういう舗装もあるんだけど、雪とか砂利とか泥とか。そうですよね。ってことはナビゲーターの力ってかなり大きいんですか。そうですね、もうナビゲーターはあの本当自分でこの情報が欲しいときに言ってもらわないと、うん、早すぎても、うん、分かんなくなっちゃったりとか、遅すぎるところで間に合わなくなったりとか、あ、結構するんですね。ただ国内の場合はこれちょっと狭いところが多いので、うん、さっきの2車線みたいにしてあんまり使えないんですよ、うん、これ一般道封鎖しなきゃいけないので、うん、普通の人の交通を遮断するので、うん、なかなかこういうところ借りるのは難しいんですけど、海外はだいたいこういう道が多いんですね、逆に、閉鎖しちゃってるもんね、閉鎖しちゃってる、ね、ナビゲーターの方って毎回同じコンビであるんですか。そうですね、ほとんどあの決まった人じゃないと、そのタイミングですとか、あと女性の方が声が高いとか男性の方が低いとか、うん、女性の方がやっぱり声が高いんで聞き取りやすかったりとか、あ、そういうのもありますね。あ、そう。あと横に乗ってる人はなるべく軽い方がいいとか、ね、そこうやって追いついちゃったらどうするの。追いついたら本当は前の車が後ろの車をどかさないといけないんですけど、どかせるというかあの前に行かせないといけないんですけど、うん、ただそれが分かんない人は結構いますよね、一生懸命走っちゃう。そうか、新井さんだ、峠なんか走ってなかったの。いや、走ってましたね、若い頃は。そうだよね、大学の大学時の時免許取って、うん、もう毎日逆に言うとその峠行ってて、うん、であのもう授業終わるとバイト終わってその後もうずっと峠に行ってて、ただあのその頃からもうラリーチームに入ったんですけど、うん、その一般の人がいるところを走るなって言われて、通行止めだったりとか、はい、そういうところでその人の迷惑かからないところで走るというお達しは出てましたね。迫力満点。なんでラリーをやろうと思い出したの。まあ、土屋さんを私は見て育ってるんですけど、はい、やっぱりそのラリーの点って一般道でいかに速く走るかといかに安全に走るかの両方をここに天秤にかけながら、うん、なので一般道の運転がすごく上手になるんですよね、うん、そのどういう状態でもやっぱり車をコントロールしなきゃいけない、うん、ね、落ちないで、それも100を超えちゃいけないんだけど99で走らなきゃいけないみたいなところがあるので、だからその普段の安全運転も使えるし、自分のその技量のアップにもなるしというのがすごくありますね。ライさんはあれですね、パトカーに追われても逃げ切れますね。うんとは言えないですけどね。うわ、怖いね。ダートはこれはどこだろう。これ北海道なんですよ。これ80メートルぐらいと思うんですよ。これ土の上なんですけど、ああこれはでも、もう見てるときだよ、ね、ダートだよ、これ、このスピード。北海道はやっぱりこういう道が多いので、なかなか国内の本州にはないですよね。はい、お客さん見てるじゃないですか。はい。あるって、なんか怖くないんですか。国内はあのちゃんと決められたところでしかいないんですよ、ああいうふうに上の方とか。車が絶対来ないようなところなんですけど、海外はあれが本当に足元を狙って走るぐらい、両側は人がなので、うん、海外は怖いです。怖いですよね、写真とか見るとね。そうですね。すごい静かになってますね、はい。でも慣れてくると、人間ってあんまり思わなくなってくるので。人間って思わない。そう、あの、あまりにも言い過ぎると人間と思わなくなる。ラクダに見えるんですか。そうですね。なんかマネキンみたいな感じで。走る時のコツってあるんですか。あの滑ったら怖いなって思って走るとダメなんです、うん、逆に滑らせて走った方がいい、あの面白くて、あの雪もそうなんですけど、雪もあ滑るなと思うとおっかないじゃないですか、うん、だけどあれ滑らせてると怖くないんです、うん、事故とか起こしたことない。
ジャンプ、ジャンプリング200。ここジャンプするんですけど、これ大体これ飛んで、大体の頭から落ちて、あの助手席の人があの圧迫骨折したりとか、ドライバーがなったりとか。圧迫骨折、はい、飛びすぎちゃって。飛びすぎちゃって。ああいう落ち方するので。こんな端つかないんですよ、全然。足の手前から飛んでくるので。うわ車痛くないんですか、これ。車はね、サスペンションが今いいので、なかなか壊れたりはしないですね。まあ、車も強いですしね。はい、でも世界的に言うと、どこの国が強いんですか。やっぱりフィンランド、フランスは強いですね。フィンランドはほとんどのメインの道がこういう土の道なので、あのそこで慣れちゃってるので、皆さん速いですよね。ああ、そっか。スピードでこのダートの道走る。これ何キロ出てる。これね、危なくて、この時ちょうど大雨で、あの轍の中に水があって、ハイドロになってずっと車がこうに動いてて、でも出る時200キロぐらい出てるんですよね、やっぱり。こんな狭い道でさ、これはすごい。で、ぬかるみでさ、命知らずな。いや、普段もこういう運転してるんですか。普段はもう本当にゆっくり運転してますね。はい、めちゃめちゃ安全運転されそうですよね、はい、間違いなく。じゃあ次の VTR 見てみましょうか、はいはい、こちらです。あ、行きました。うわ、怖い。うわ、うわ、うわ、何これ。でも土屋さんはよく知ってますよ。はい、もう雪の中でさ、まっすぐ走ってないよね。まっすぐはね、走れない。横に走っちゃってるよね。そうですね、はい、これね、壁を利用するんですよ、雪壁を。むしろ当たりに行くんですか。ここなんか危ないですよ、200キロぐらい出てて、ハンドル切ってもどこで曲がるか分かんないみたいなところなんで、これ道路規制してるんですよね、当時。そうです、あの冬季封鎖のところなので、近所のおっちゃんが出てくることはないんですか。あ、それはないですね。動物が出てくるんで、あのウサギが出てきたりとか、鹿とか、鹿が出てきたりとか、そっちの方が危ないですよね。あのスタッドレスタイヤって凍ってると全然グリップしないじゃないですか、だけど雪があるとこはグリップするので、それどっちが出るかが分かんないんですよ。だからみんながこれ通ると、最初のゼッケン1番ともう5番でもう全然路面が変わっちゃって、そうなんですね。そう通れば通るほどツルツルになってるので、そうですよね。こっちに例えば太陽が当たってるってことね。そうなんです。でここに濡れて溶けちゃったところは全然こんなグリップしないですし。そうだよね。ちっちゃい車の方が大変そうだな。そう、ちっちゃい車の方が危なくなくていいと思いますよ。危なくない。はい。いや、ハンドルがどこ切ってるか分かんないけど。うわ、落ちる落ちる。あ、落ちた。だってこういう車ってスピードあんまり出ないじゃん。穴井さんが乗ってるのって200キロぐらいですぐ出るから。そうですね。夜怖いな、これ。そう、これなんか全然ストレートで曲がんなくて、そのままぶつかってる感じですよね。あら、これか。カメラ撮ってる人大変だよ、これ、大変だよね。荒井さん、1位じゃないですか。いやいやいや、バリの1位。荒井さん、かっこすごいじゃないですか。すごいですね。いやいやいや、かっこいいじゃないですか。いやいや、ありがとうございます。ということで、たっぷりと荒井さんの解説付きで、ね、はい、あの見せていただきましたけれども、あの今回実はですね、荒井さんがラリーで使っている車を実際にここに持ってきていただいているということなので、その車を見たいなと。いいですね。はい、思ってます。ただし見るだけですよ。もちろん見るだけじゃなくて、ラリーの車は助手席がついてます。乗りましょうよ、乗りましょうよ。いやいやいや、助手席がありますから、ね、何をご冗談を。世界の荒井の横に乗りましょうよ。じゃあ見に行きましょうか、はい、行きましょう。チャンネルでは放送で使われなかった未公開映像も公開予定です。ぜひチャンネル登録お願いします。